アンチャ、アンチャ。それではスクチャップ行きましょう。はい。Tinder、イケメンにドタキャンされた女、普通面がナンパしてもいけるせず。はい。まあ、そりゃいけますよ。まあ、そりゃいけますよね、うん。だって我々だって女にドタキャンされて、うん、でめちゃくちゃムラムラしてるじゃないですか。うん、そんな状態なんで。ちょっとギリいけるかなこの子って子に声かけられたら、うん行こうってなるもんね。なるほどね、うん。暇なしで。暇なしで。時間作ってんだから、へこへこ行きますよね。そうっすね。まあ、かつ別に俺強兵とそこまでね楽さないし。ちょっとコメント欄で。一番悪い処理がしたらしい。でね、以前俺のことをドタキャンした女がいたんすよ。うん、何を言うでもなく待ち返しされて、うん、おっとってなって、うん、で俺路頭に迷っちゃったわけですよ。はいはいはい、まあだからこいつならいっかと思って選ばせていただきました。え、普通にシーンをここで話そうか。やられたらやり返すってことか。たまたまです。で、一応ね、皆さんお分かりかと思いますが、強兵の写真を使ってマッサージしてね、俺がもうアポ組んでますので、はい、約束の待ち合わせ時間ギリギリにドタキャンしてですね、はい、で、そこに達也が声かけるっていう感じですね、今回は。ただ、早速、池袋駅に移動していきましょう。はい。はい、はい、池袋駅に着きました。今日はですね、22歳かな。22歳の職業はちょっとね、わからん。あいつは。なるほどね。今日ナンパ、ヘコヘコついてきそう。いやー、どうだろう。あ、でもね、写真の髪色がちょっとね、派手系だったから、うん、割とついてきそうな感じで。あ、はいはい、軽そう。うん。まあまあ、いけるでしょ。暇なんだから。わざわざここまで来てんだろうな。確かに確かに。で、わざわざここに来てドタキャンするっていうのがポイントはないよ。生かさるわ、だいぶ。早く着きすぎちゃったんで、先に待っておきましょうか。はい。はい。はい、ということで、待ち合わせ時間5分前になりました。はい。事前にね、服装をヒアリングしてるんで、はいはい、俺が見つけるね。オーケー。やっぱ早く着くといいことないな。なんだこの待ち時間の不毛な時間は。確かにな。いや、なんか女の子10分ちょっと遅れるみたいな。ふざけんな。ちょっとこれここで待つの嫌だな普通に。ちょっと一服するか。タバコ吸うか。タバコ吸い行きましょう。これでナンパ引っかかんなかったらもうハッパンスターだ本当。そう。うざ。本当に。女の子からついたって聞きました。はい。全身白にピンクのちっちゃいカバン持ってるセダ。探せ。ああ多分。いるな。いるね、いるね、いるね。見つけたわ。あ、ごめん、先マッチ、マッチ解除するわ。うん。じゃあ、ドタキャンお願いします。うん、いやー、自己肯定感探るだろうね。もう、まずまで関係ないですか。さっきの10分ちょい遅れるっていうのを返事しないでマッチ解除したんで、俺はワンチャン強兵が怒ってマッチ解除したと思ってる可能性もある。うん、大丈夫、普通にすって帰ったりしない。そろそろ行きますか。じゃあ、じゃあじゃあ行ってきますわ。お願いしますよ。ちゃんと成功させてくださいね。これは結構ここがキーですから。よし、じゃあお願いします。お、行きました、行きました、行きました。もうちょっといいですか。今あれですか、人と待ち合わせてます。うわ、ちょっと嫌がられた。やばい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 。やばい、これはまずい。いや、ちょっと僕、マッチングアプリドタキャンされちゃってめちゃめちゃ暇だったらちょっと声かけちゃって。え、お姉さん何するんですか。待ち合わせですか。スルーされたんだけど。え、マジですか。え、すごい偶然ですね。最悪っすよね、ドタキャンする人。待ってる人は信じらんないですよね。え、もう帰ります。帰る。え、なんか暇でふと横を見たらなんかすごいタイプの人がいて声かけちゃったんですけど、どっか飲みに行きません。どれくらい、何時間ぐらい。あ、まあ1時間2時間ぐらい。本当に飲んだっけ。あ、もちろんもちろんもちろん。まあ、なんなら30分でもつまんなかったら帰っていいっす。あ、お彼氏ってこと。あ、それで。あ、じゃあ行きましょう行きましょう。これは成功したっぽいな、雰囲気的に。多分 OK ですね。行けました、行けました、行けました。申請開始。達也に行き先は任せてあるんで、もしかしたらそのまま行けるかもしれないし、まあ、居酒屋を挟むかもしれないっていう感じですね。どこに行くんでしょうかね、これは。
その通りですね。ワンかな。ワンですね。今回の戦場はこちら。じゃじゃーん。ワン。はい、ということでですね、いつも通りワンに入ってきました。で、ちょっとさすがに俺一人でワンにいるのおかしいんで、まあ、俺はちょっとその辺ブラブラしながら待機したいと思います。ありがたいわ、そのパックのためです。許せないですよ。許せない。許せないよな。時間使ってるわけでさ、まあまあまあ飲んで忘れました。何飲む？話すわけ。うん。そう。可愛い。可愛い。え、マッチングアプリ結構やってんの？まあ、まあ、一応したら。何のアプリでパクられたの？今日は普通にTinder で。あ、同じだわ。Tinder ダメだわ。どんな人マッチしてる？え、めっちゃかっこよくて、うん、え？あ、そう。そう。もう結婚って思って。うん。いや、よかったさ、それ以上にかっこいい人出会えて。おい。無言になんだ。結構バックされる？まあされなくはないけど。あ、そうです。自分したりするバックで。私はしないよ。私はしないよ。しないよ。しないよ。当たり前だ。約束破ってるわけだ。初対面の人の時間をさ、もらっておいてさ、マジでやばい。え、そっちはどんなバッグ？まあまあまあ可愛いぐらい。あ、よかったわ。バックレてもらった。逆にそれ以上に可愛いことやっぱ出会いだからさ。まあね、逃したってかな。あ、謙遜しないタイプ。そんなことないですとかそういう感じじゃないんだ。そんなことないよ。はい、ということですね。寒すぎて家に戻ってきました。はい。でですね、皆さんお気づきの通り、しばらく強兵お休みさせていただきます。で、理由としては何かトラブルがあったとかではなくてですね、メンタル的にお休みをさせていただくっていうような感じですね。で、まあ、今、DJ 社長とか、東海林の柴湯さんとかが、あんだけメンタルついたちで休んでるような状況なんで、YouTuber って仕事はもう結構メンタルに負荷がかかる仕事だなっていうふうには感じてます。だからね、強兵のメンタルが弱いからなんちゃらかんちゃらみたいなコメントは、まあそうですね、4年間一緒に YouTuber やってきたパートナーとしてはですね、本当にやめてほしくて、ただみんなに重たい気持ちになってほしいわけじゃないんで、まあいつも通りね、明るいコメントで埋めてくれたら助かるなっていうのが、まあ切実な願いでございます。ちょっとそこだけね、ご協力をお願いいたします。マッチングアプリはいつから？今年の12月ぐらいから。あ、じゃあもう1ヶ月ちょっとぐらいか。なんで始めたの？クリスマス一人寂しいからそれはいい。いつから彼氏いないの？マジでも1年、2年ぐらい。1年ぐらい。まあでも長い方だよな。え、できないの？できないね。なんで出会いがないですか？なんちゃマッチングアプリやってるんだ。確かにそ。それはそう。職場とかは？メイドサロンだから女の子しかいない。はいはいはい。お客さんも女の子だし。なるほどね。なかなかできないわけだ。マジでそう。早っ。そう、お酒好きだから。あ、そうなんだ。お酒結構強い。すぐ赤くなるから、めっちゃ心配してくれるから周りが。大失態は少ないかもしれない。夜ってどうなるの？なんかこの前電車で吐きそうになったんだけど、電車の中は良くないと思って、ちゃんとトートバッグの中に吐きました。トートバッグ？そう、そのトートは捨てました。最悪じゃん、それお気に入りのトートなんだ。マジでお土産のトートで来ます。でもお土産のトートなんて別にね。まあまあまあそうなんだけどね。はい、今達也から LINE が来ましてですね、女の子普通に可愛いっぽいですね。で、まあちょっとズボラな感じが垣間見えるみたいな感じらしいです。はい、本当にマッチングアプリにおいて可愛いって大正義なんで、宅飲みをするっていう面でもめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。まあそれはもちろんなんですけど、可愛い子はですね、この宅飲み出しに押した時にですね、ぐだんないんですよ。ちょっとあまり容姿のよろしくない子ほど過去に宅飲み捨てをされてきた経験がたくさんあるんで、今回も宅飲み捨てされんじゃないかと警戒するわけですよ。まあ、なんでこう打診がすんなり通るっていう意味でもですね、可愛い子はめちゃくちゃラッキーっていう感じですね、アプリにおいては。はい、まあね、この可愛い子にね、僕バックレられてるんで、まあ、そこだけが悔しいっていう感じですね。まあ引き続き続報を待ちます。なんか逆にさ、そういう系の顔が好きとかあるか？顔？顔、系統？ないわ。え、絶対ミンピでしょ。いや、まあ重要じゃない可愛い子がドジだと、ロジッコで可愛いがになるけど、ムスにドジされてるね、うぜえなって顔くらいめっちゃなって顔はやっぱ許容範囲が増えるよね。そうね、間違いない。好きな顔のタイプで言うと、あ、でも可愛い系が好きだわ。ああ、綺麗系よりも。うん、わかる。
ガッキーみたいな。かわいい。かわいい。髪型とかないえ使ってると長い方が好きよ。あ、マジで、うん、やばい、ショートなんだけど、ウケる。まあでも、特にこだわりはないわ。まあ、っていうなら長い方かな。はい、ということでですね、まあこれから引っ越しシーズンに入るんで、これから一人暮らしする男子がどこに住むべきかというのを話をさせていただきます。で、結論から言うと、アプリの待ち合わせ場所にして違和感のないターミナル駅徒歩10分以内、これがおすすめですね。例えばまあ神奈川県で行ったらまあ横浜駅西口一択だね、うん。で、東京で行ったらまあ池袋とか新宿、渋谷、恵比寿とかかな、うん。でまあその中だったら池袋が回りふやすいんでおすすめではあります。本当にいい家に住む必要なくて、立地が全てです。ベッドの周りだけ綺麗だったら全然大丈夫なんで、まあそこだけっていう感じですね。はい、これから一人暮らしする男を参考にしてください。もちもちですね、寒いですけど外に行って池袋の街を紹介していきたいと思います。でも最近はただに全然いい男と巡り合えず、マジで何もない。ああ、そう、仕事して帰って寝て、ああ休日に寝て、ああ、私しようと思って行動せずみたいな。ああ、何もない。なんかやさぐれた OL みたいな。それよ。だってもう飲み方がなんかやさぐれてんぽみたいな。間違いない。じゃあ何、最近要は男のぬくもりを感じないまま、マジでもうほぼ処女よ。マジで間違いない。あ、そうだった。思っちゃった。やっぱどうなの、欲求不満になったりするの、無性にうわーみたいな気になったりするの、今のことで。それがあるわけよ。でもそれを超えるたびに出会うわけないじゃん。髪がだるくて、もう寝るかって。それが一番。はい、ということですね、めちゃくちゃ暇なんで、池袋東口のお持ち帰りスポットでも紹介しようと思います。はい、ということですね、まず最初待ち合わせ場所が、あそこのファミリーマートサンシャイン通り南店です。あそこで大体俺は待ち合わせしてます。でですね、でこちらの栄町通りですね、この突き当たり右曲がったところが先ほどのファミリーマートに出ますので、だいたいここのお店に入ってますね。ここは結構カウンターとか横並びの席が多いお店が多いです。で、結構飲んだらですね、まあファイマー行ってもいいですし、そこの自販機寄って水買って行ってもいいですし、まあこっちに行ってですね、だいたい2500円から3000円ぐらいで2時間休憩で入れるホテルがあるので、そこにインするっていう感じでございます。皆さん使ってみてください。いやー、そこそこ飲んだな。結構酔ったかも。マジで酔い早いわ。まあそりゃだってね、いい男が目の前にいると酔っちゃうみたいなのがあるよね。そうだね。なんか言わされてるから。間違いない。酔っちゃうお兄さん。うざ、なんか。いやでも良かったな今日。うん、バックリられて良かったわ逆に。まあギリギリに傾いてるわ今。0.1 ぐらい。どんだけ微妙だったよ。吉沢亮来たから。マジそのレベルか。はい、ということですね、達也からそろそろ出るって言われたんで店の前に来てます。しばらく待ちます。来ましたね、出てきました。先生開始。こっち方面っていうことは駅ではないんですけど、久しぶりに宅飲みチャレンジなんでね、もう一軒挟むっていう可能性は全然ありますね。え、スルーじゃない。お、入りました。いや、ちょっと一瞬無駄られてどうかと思ったけど入りましたね。はい、ということですね、達也くんおめでとうございます。いや、これ成功しちゃったから真似するやつできそうなんだけど、これ達也のコミュ力とか損切りされない外見ありきの話だから、再現性あるかどうかって言ったらちょっと微妙かなっていうふうには思いますね。なんで興味本位で真似しないようにお願いします。でですね、打診の音声とか撮ってると思うんで、全体的な難易度の話ですねとかもご時短でお話させていただきますので、楽しみにしていてください。それではまた次回の動画をお会いしましょう。せーの。